こんにちは。今日は朝からですね、お客様のご案内2件、行ってきました。ちょっとね、天気悪いんで写真撮ったりはできないんで、編集したり事務作業やります。よいしょ、お疲れ様でした。一旦帰ってご飯食べてね、もう一回仕事行きます。やったります。今日も一日長かったですね。まだまだです。まだまだやりましょう。お疲れ様です。賃貸のお客様の、ご案内終わりました。事務所戻ります。涼しくなってきました。はい、こんばんは。いつも通り今から限界来るまでやってきます。行ってきます。おはようございます。撮影行ってきます。一気に涼しくなりました。テープか。鶴ヶ丘八幡宮はさ、何が有名なの？え、これ中？来るじゃないですか。さざれの。お疲れです。今日鎌倉で撮影しました。帰ります。おはようございます。ちょっと仕事して動画編集頑張ります。歯医者に行ってきたので、そのまま飯食べます。法務局で資料を取ってきました。お客様ご案内行ってきます。行ってきます。はい、お疲れです。はい、お疲れ様です。今日はですね、お客様ご案内して石井弁当屋さんにお昼行きまして、味も雰囲気も人もとても素敵な、弁当屋さんに行きました。で、戻ってからはまあいろいろやりながら、さっきほんと10時過ぎぐらいまで、今度ある契約の契約書を作ってました。明日も朝からお客様ご案内あるので早く帰って寝ます。お疲れでした。おはようございます。本日もお客様ご案内2件ありますので、しっかり頑張っていきたいと思います。まずは賃貸からです。行ってきます。はい、お疲れ様です。今日も2件お客様ご案内しましてね、それぞれ、前進することができましたので、引き続き頑張っていきたいと思います。明日はちょっとね、お預かりしている物件のご案内入りましたので行っていきたいと思いますが、そのお客様が、実家近くに住んでるので、これから久しぶりに実家に帰ります。お久しぶりです。また来ます。こちらもお久しぶりです。お久しぶりです。おはようございます。小田原の物件ご案内終了しました。娘さんが地元が近くて僕と同い年ということで、話が盛り上がりました。よし、まだまだ終わんないっすね。気合い入れていきましょう。はい、お疲れです。契約書作成終わりました。明日契約なんで頑張ります。帰ります。契約終わりました。これから案内行ってきます。まあ、やっぱなんだろうな、試合みたいな感じですかね。
契約に向けてめちゃめちゃ準備するのが試合に向けて、まあ、練習積み重ねていくのと同じ感じで、でやっぱ試合終わった時、まあ、勝った時とかめちゃめちゃホッとするのとあれと同じ感じですかね。まあ、契約が終われば、まあ、ホッとしますし、やっぱ準備足りなければ契約もうまくいきませんし、しっかり準備してやりきった時の、まあ、安堵感っていうか、そういうのはちょっと自分がやってきたサッカーと似てるなって思いますね。